は何もない土曜日の一日のルーティンをお届けしたいと思います。寒い、雪降りそうじゃん。ねえ、なっちゃん。ただいまの時刻は朝9時でございます。はい、というわけで歯磨きと顔洗っていきます。寒い。ちょっとスキンケアしていきたいんですけども、ちょっとね時間がないので、この朝マスクして乳液して終わりたいと思います。この朝マスク超いいのよ、ゆずの香り。はい、というわけでね、髪の毛を結んでいきたいと思います。今から軽くメイクして出発したいと思います。で、とりあえず本日の予定はちょっとね、今日来たのも遅かったので、とりあえず午前中は家族でカラオケに行こうっていう話になってるので、カラオケに行きます。で、今日その後の夜にお友達が、まあ、1年生なんですけど、お友達が遊びに来ます。はい、というわけで顔面が完成したので、今からムジカオブそろそろなんで出発したいと思います。はい、というわけで今ちょっとね、行ってきますのシーン撮り忘れちゃったんですけど、今車でカラオケ屋さんに向かっております。じゃあ次はカラオケ屋さんのシーンでお会いしましょう。はい、というわけでカラオケに着きました。はい、超久々のカラオケでございます。ちょっとね、何も食べてない状態なので、ちょっと何かつまみながら歌いたいと思います。元気ですか？はい、歌います。11時でございます。で、ちょっと変な時間なんで、とりあえず家族でちょっとポテトとカラオケと唐揚げ混ざってたこ焼きなのたこ焼きをね、つまみたいと思います。このポテト超美味しい。
ですね、私が歌ってたらですね、なんとですね、なんか窓からちょっとすごいジロジロ見てくる人いるなと思って、視聴者っていうかなんか、あ、うち歌うまかったのかなってなんかちょっと不審に思いながらキョロキョロ見てて、それちょっと顔を見たら、なんかえっって言って、その後にそんでバッてきて、うえぇさすがオーバーリアクション、叫ぶことしかできないけど、なんか本当にビビって、超可愛い、ほんとじゃん、イチゴ、そうそうそう、可愛い、ありがとう、超美味しそう、ももかちゃんって、13歳1年何頑張ろうかなみたいなのあります。勉強ですね。あー、偉い、やばかったんで今回結構ヤバミザワだったんで、ヤバミザワ勉強頑張りたい。あー、じゃあ頑張ってください、勉強言うだけって言うだけ頑張ることは、じゃあ食べましょうか。あ、いいんですか、もういいですよ、ちょっと夫婦行きますね。あ、そうだそうだ、ちょっと歌おう。Happy birthday to you、 Happy birthday to you、 Happy birthday dear ほうかちゃん、はい、というわけで今ね、まさかのルーティーン、あー、朝起きるのだるいな、ルーティーンかよって思っていたのですが、なんとルーティーン動画の中に、はい、中にのえのんちゃん、ほのぼのちゃんが来てます、サプライズ。ただのルーティーンじゃなかったって、そうなの、うちも本当こういうのされるの大好きなんで。本当ですか、じゃあ嬉しくね、いっぱい行ってどんどん行きましょう。そうそう、もうすぐ気づいちゃうので今日撮るよね。ちょっと今回ね、一部うちのパパちょっと怪しかったんで、ちょっとしくじった感あったんですけど、まあその詳しい詳細はですね、のえのん番組さんの方で聞けると思いますので、ぜひチェックしてみてください。タコーン、いただいた、あ、すみません、ありがとう、タコーン、タコーン、いただいたプレゼント、これもなんですね、こちらもです、おー、あのですね、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらはですね、ありがとうございます、こちらはですね、今すごく開けたいんですけども、ね、ちょっともったいないので、はい、こちら別動画にしたいと思います、はい、じゃあここから先はね、ルーティン動画に戻します。はい、ルーティンどうぞ、カチャカチャ。はい、というわけで今ですね、カラオケが終わって我が家に帰ってきました。とりあえずこれからちょっとお出かけ行ってきます。はい、というわけで今ですね、全身双子コーデ完成しました。あのですね、ラックラックさんで今日全身おそろコーデしたんですけど、そうね、ちょっとバッグ違って、はい、もう一着おそろしたんですよね。そうなんですよね、そのじゃ ある番組でやったんだもんね、のえのん番組さんでその様子は公開してるので、ぜひチェックしてみてください。これから夜ご飯食べていきます、超楽しみな場所です。はい、というわけでですね、今からちょっと楽しそうなところにね、ご飯食べに行きたいと思います。今のえのん家たちはそののえのん家で車であっちの方に行っております。超楽しみです、行ってきます。見て、ほのちゃんから指輪もらった。というわけで夜ご飯食べに来ました。イエーイ、ザウオ、うち初めて人生、うちも釣って、はい、うん、食べれるらしい、そう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 、じゃあ楽しく夜ご飯したいと思います。じゃあ今からちょっとやっちゃいます、いきます。一番目欲しいからここに、待って、かわいそう、せーの、見てください、取ったぞー、このものが取りました。え、待って、これ超顔みたいじゃん、ごめん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 、ちょっと待って、かわいいんだけど、待って、このブルブル震えてるのかわいい。はい、それではタイガー釣れたお祝いです。それでは皆様も一緒に、よーよいよい、もう一つ、よいよい、よーよいよい、よい、はい、いけ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 、あ、怖い怖い、
釣ったシマアジがこんなになりました。動いてます。これまでほんとだ、ピクピクしてる。いきます。美味しそう、食べるね。美味しい。動けるバリうまい。え、口の中で動いてる。うん、うちも食べたい。ごめんなさい、いただきますね。どんな味？うん、私もいただいていい？ハリがすごい。うめ、うめ、超美味しい。初めてこんな弾力があるの。うんうん、やば、何これ、噛み切れないわけじゃなくて、筋が多いわけじゃなくて、普通に弾力が強くて、なんか美味しい。筋肉がすごいの。もう、そう、すごい筋肉。最後ので筋肉増えた。超美味しい。今日は一日何から何までのいの番組さんに、ね、お祝いしてもらって、すごい嬉しかったです。サプライズも超嬉しかったし、そういう魚も美味しかったし、良かったです。本当にのいのん家の皆さん、何から何までありがとうございました。これ、ね、のいのんちゃんたちはね、本当身内感が半端ない、もう親戚って感じ。そしてパピコ、夜ご飯ごちそうさまでした。美味しかったです。でね、なんと今月中のえのん番組さんと会うの4回もあります。楽しみ。ぜひね、これからどんどん動画出ると思いますので、楽しみにしててくださいね。今回もたくさん撮ったんで、多分出ると思います。まあ、そして夜の11時半なので、もうお風呂にダッシュ入りたいと思います。行ってきます。よいしょ、いっぱい TikTok も上げたんで見てね。はい、というわけでですね、今お風呂から上がったので、スキンケアやっていきたいと思います。で、このタオルね、視聴者さんがね、オフ会の時かな、まあ、なんかね、なんかの時にくれたタオルなんですけど、髪の毛の濡れ、お風呂上がりの髪の毛の濡れがすごい吸い取ってくれるっていうタオルで、水気が取れてすごいいいです。ありがとうございます。髪乾かします。はい、というわけで乾かし終わったので、もう歯磨きして寝たいと思います。夜勤終わったんで、今からもう寝たいと思います。うわ、眠い。はい、というわけで今歯磨きも終わって寝たいと思います。今日は結構遅くなっちゃって、今12時半でございます。まあ、ちなみに明日はゆっくりめなんで、ゆっくり寝たいと思います。というわけで本日は何もない土曜のルーティーンって思っていた私のはずが、サプライズでのえのん番組さんに誕生日を祝ってもらう一日というふうになりました。もう素晴らしい一日、素晴らしい土曜の一日みたいな変換しましたね。すごいね、びっくりしたし面白かったですって感じで、今回は超絶充実した一日をお送りしました。ちょっとルーティーンの中に混ぜ込む動画としてはもったいない気がするんですけど、まあ、今日特別な日ということでいっか。おやすみなさい。疲れた。